い、こんにちは。自営業専門税理士神奈美です。本日の YouTube 動画は電子帳簿保存法について。少し前にですね、紙での保存が NG になったみたいなこと小耳に挟んだ方、法律が変わるらしい、どうしようというふうにね、慌てた方もいらっしゃると思いますが、結局どうなって自分はどうすればいいのかについて本日動画の方で紹介をしていきたいと思います。10月からはインボイス制度もスタートしますし、こちらの電子帳簿保存法も年明けからスタートというようになりますので、しっかりと両方とも毎日暑いですが押さえておきましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっています。またビジネス書を2冊出版しています。引用元など必要な情報はすべて概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひ一度概要欄の方チェックしてみてください。それでは早速本日の内容、電子帳簿保存法について一緒に頑張って勉強していきましょう。はい、それでは本日は電子帳簿保存法、あれから一体どうなったの、新緩和措置が入りましたので、こちら動画の方で解説していきたいと思います。この制度自体はですね、令和6年の1月から再び走り出しますので、皆さんしっかりとチェックしておきましょう。はい、本日の動画の流れについてです。まず最初に電子帳簿保存法の今までの流れを簡単に振り返ります。安心してください、皆さんが必要なポイントだけ絞って紹介していきます。そして2つ目、電子帳簿保存法について重要なポイントのみを一緒に押さえていきます。そして次にデータ保存の要件について説明をして、こちらの要件の皆さんが疑問に思うところの詳細を解説させていただきます。そして最後にですね、最新の令和5年の税制改正で入った緩和措置について紹介をします。そして最後、注意点まとめになります。本日このような流れでいけますので、本日の動画もぜひ最後まで見てください。ではまず電子帳簿保存法の一連の流れについて次のスライドで解説をします。はい、電子取引データ保存が義務化ということでですね、一時期騒がれた、もしくは皆さんもね、耳に入れたってことがあるかと思います。今後はですね、紙データの保存が NG になるみたいなことがね、騒がれたことがあったんですけど、それがですね、緩和が入り、要はルール改正、ルール変更が入ってますので、ここをねきちんと押さえておかないと、電子取引保存法対応しなくてもいい方まで無理やり対応するというふうに、ね、なってしまいますともったいないですので、しっかりとね、順番に流れ押さえていきます。まず一つ目なんですけど、今までの電子取引でデータを保存する場合にはですね、税務署への事前申請が必要だったんですけど、そもそも前回の電子帳簿保存法の改正によって事前申請は不要ですよということになりました。これは前の段階ですね。そしてですね、この税務署の事前申請が不要になった時にかなり厳しい要件だったんですね。一体どういった厳しい要件だったかというと、例えば電子帳簿保存法に対応してない方はですね、青色申告を取り消しますよみたいなことを最初は発表されてたんですけども、それはさすがに厳しいよねという方で緩和措置が出たというのが今までの、ね、流れです。もう少し見ていきましょう。このね、厳しい条件のものが本来の流れですと、令和4年の1月の1日から電子帳簿保存法、新しいものがスタートするって予定だったんですけども、先ほど言ったように青色取り消しのようなものはちょっと厳しすぎるということで、ここでまず第一段階の緩和措置、要はルール変更が発表されました。2年間の猶予が決定したということです。その他にもいろいろとあったんですけど、これが一番大きいので紹介をさせていただきます。ですので、この2年間猶予により、令和5年の12月31日までに行う電子取引の場合はセーフですよ、この電子帳簿保存法に対応してなくても大丈夫ですよというようなことになったわけですね。とはいえ2年間の猶予ですので、令和6年の1月からは必須となる予定でした。これどういったものがまずね、大きく取り上げていた、問題となっていたかというと、この電子データに関してはですね、紙ベースではなくデータで保存をすることが必要になりますよっていうものでした。例えば皆さんが使っている EC サイト、有名どころでいけば Amazon とかですよね。また PDF で請求書や領収書をメール添付してくる取引っていうのが昨今増えてきたと思います。そういった電子データでもらったもの、データ上の取引はですね、紙で出力するのではなくデータで保存
存してくださいねというものでした。そしてこちらにさらにですね、ルール変更、要は新たな緩和措置が入りました。これが令和5年度の税制改正になります。そして税制改正によって新たな猶予措置の整備がされました。本日の動画の後ろの方のスライドでこの税制改正についてはしっかりと解説しますので、動画最後まで見てください。まずその令和5年の税制改正の説明に入る前に、一旦電子帳簿保存法というものがどういうものなのか簡単に順番に見ていきましょう。はい、まず電子帳簿保存法についてです。ここをまずしっかりポイントを押さえないとですね、皆さん電子帳簿保存法の情報がごちゃごちゃになってしまって、いろんな情報を聞いて混乱する原因の一つなんですね。なのでここしっかりと押さえましょう。電子帳簿保存法というのは、こちら番号を振ったんですけど、1番2番3番というように分かれています。そして1番のものと、まあ、この電子帳簿と保存というものとスキャン保存というものができるんですけど、この1番と2番はですね、利用したい企業や利用したい方が利用する制度なんです。ですのでこの1番と2番はやりたい方がする電子帳簿保存法だと思ってください。そして3番、こちらはですね、皆さん全員対応していただく必要がある制度というのがこの3番目のポイント、電子取引データ保存ということです。前のスライドで解説したんですけども、データでもらったものはデータで保存してくださいねっていうのがこの3番になります。1番と2番とまた少し話が別のものですので、ここをごちゃごちゃにしてしまうと情報が混乱して、一体自分はどうすればいいのかというのが分からなくなる原因となりますので、この3つがあるというポイントはしっかりと押さえて、この後のスライド進んでください。そして次にこの3つについてどんな変更が、まあ要はルール変更が入ったのか、次の表が分かりやすいので紹介します。電子帳簿保存法についてこのようになりました。この123と振ってあるものが先ほどのスライドの123というふうに同じだと思ってください。1番の電子帳簿と保存とスキャナ保存の方はですね、以前の2022年1月よりもすでに要件が緩和されております。これどういったものかというのを最初に言った税務署に事前の届けで承認がいらなくなりましたよ、今まで必要だったものが不要になりましたということで、もうすでに前の段階でルールが変更になる要件が緩和されています。そして3つ目のポイントなんですけど、電子取引データの保存、メールやウェブ上でやり取りした電子ファイルをデータで保存することを義務付ける制度だったんですけども、今回の令和5年の税制改正が入り、2024年1月以降もですね、多くの中小企業がですね、従前の、まあ、今までの保存方法で OK ですよという風に変更が入ったということ、この表を見るとよくわかると思います。こちらの表、商工会議所さんから出てるチラシなんですけども、こちらの表かなりわかりやすいので使わせていただきました。ではもう少しこの1番と2番のポイントについて紹介を続けていきたいと思います。この1番と2番はですね、最初に言ったように利用したい会社が使ってくださいねというものだったんですけど、どういったことかと一言で言うと、ペーパーレス化が可能になりますよということです。先ほど言ったこの1番と2番の方法を使うことによって、経理作業をペーパーレスすることができますよということになったわけです。このペーパーレス化をどうしてするといいのか、何のメリットがあるかと言いますとですね、保管スペースの不要ということになります。こちら個人事業の方とかフリーフリーランスで小さい規模でビジネスをしている、お店をしているって方はね、そこまでペーパーレス化にする必要ないかなっていうふうに思う方多いかもしれませんが、中小企業やもっと大きな大企業になるとですね、ものすごい量のやり取りになり、この紙の書類の保管場所がない、またスペースを取る、これらの書類っていうのは1年分取っておけばいいというものではなくてですね、過去年分必要となってきますので、この大量の保管スペースを確保する必要がある、これがなかなか皆さん負担なので、このご時世だからペーパーレス化にすると、この図に書いてあるように書類の紙の保存が不要になるということで、メリットがあるっていうねことになるわけです。そしてこちら、紙で保存するよりも業務の効率化になります。これどういったことかと言いますと、大きい企業、取引先がね多いようなやり取りが多い方になりますと、膨大な紙で保存をしているとですね、あの領収書どこ行ったって時にですね、資料庫に行ってとか、もう段ボールを引
っくり返してその1枚を探すのに非常に手間がかかり非効率なんですね。それをデータ化しておくと、例えばスキャンで取っておく、データで保存しておくとですね、検索をかけると一発で出てくるというようなメリットがあるわけです。ですのでこれらのメリットを考えるとですね、うちはペーパーレス化したいというふうに考える中小企業や企業の方が出てくるというわけです。そして次にスキャン保存の要件について簡単に表で見ていきたいと思います。こちらですね、スキャナ保存の要件を簡単に紹介します。この改正が入る前はですね、かなり複雑で要件がかなり厳しかったんですね。それが改正後少し要件が緩やかになり、こちらの表を、ね、見ていただくと分かりやすいと思うんですけど、改正前改正後というふうにね、イメージ図として載ってますので、気になる方はね、ぜひチェックしていただければと思います。要件がかなりスキャナ保存の場合は緩和されているというふうに思ってください。でこちらの改正後の要件に出てくるこのタイムスタンプっていうものなんですけど、皆さんこのタイムスタンプというワード用語がわからないという方が多いので、タイムスタンプというのがどういうものなのか次のスライドで紹介をします。要はスキャン保存する場合はですね、必ずこのタイムスタンプが付与できるソフト、処理ができるものを使ってくださいねっていうのが大事な要件の一つとなるので、このタイムスタンプについて次のスライドで解説をします。こちら要件の詳細について、タイムスタンプって一体何というね、疑問に思う方多いと思うんですけど、このタイムスタンプというのはですね、データが改ざんされていない証拠をつけるものの名称になっています。どういったことかと言いますと、請求書や領収書をデータ上で電子文書で出すときにですね、修正された跡が残るように、また削除した場合にはですね、いつの何月に削除した、修正した場合もいつの何時に修正をしたかというような跡が残るようなものを使うというようなルールがあります。このことをタイムスタンプと言っているわけです。ですのでデータを改ざんされていない証拠になっている、また修正や削除をした時もきちんとその跡が残っているということが重要ポイントになります。こちら総務省からの、ね、図を持ってきました。じゃあ一体このタイムスタンプっていうのはどういったシステムに載っているのか、該当システムの選び方ってことなんですけど、今電子帳簿保存法に対応できるようにたくさんのたくさんのソフトウェアが発売されています。これどういった風に見分ければいいかと言いますと、市販のソフトウェアに認証がついているものを選べば基本的に問題はないです。そしてこの認証載ってるような対応ソフトというのはですね、公表もされてますので、検索すると自分が使おうと思っているものが対応しているのかどうかきちんと確認することができます。ですのでこの認証ソフトの一覧というのはですね、 JIIMA や国税庁のホームページに掲載されてますので、自分が今使っているシステムが対応しているのかしていないのか確認することができますので、気になる方はそちらで検索をかけるということもできます。はい、では今解説してきたのはですね、こちらの表を戻って見ていただくと、ここの1番と2番の利用したい方が利用する制度についてのちょっとね、要件や流れについて簡単にざっくりと解説をさせていただきました。では皆さん一番次気になるのが3番の方法だと思いますので、この3番の電子取引データ保存法について紹介解説をしていきます。はい、では3番の電子取引データです。この電子取引データというのがまずどういったものが該当するのかを紹介します。まず1つ目 EC サイトですね、 Amazon やネットショッピングでやり取りした買い物になります。そして2つ目の電子取引データでどういったものがあるかと言いますと、 PDF なのでメール添付で領収書や請求書が取引先から届いた場合になります。これ最近ね、多い取引だと思うんですよ。もう印刷して郵送して取引先に送るよりもですね、やはりもうメール添付で送った方が郵便代もかかりますし、コストもかからないということで、皆さん最近このやり取り増えてきたと思います。またカード明細もこの電子取引データに該当します。カードでお買い物した時にですね、まとめて明細書届くと思うんですけど、あちらもですねカードでのやり取りになるので、カード明細もこの電子取引データに該当します。また交通系 IC カードもこれら電子取引データに該当することになりますので、皆さん電子取引データ、ここに挙げたものはメインのもので他にもあるんですけども、一旦電子取引データのどんなものがあるのかここで押さえてください。では次に電
電子取引データがどのような緩和措置ルール変更になったのかを見ていきましょう。はい、こちらが最新になります。令和5年度税制改正による緩和措置がこのようになっています。このね、表かなり分かりやすいので持ってきたんですけど、先ほど紹介した商工会議所さんからのチラシから抜粋したものになります。ここがですね、令和5年の猶予措置で出た要件緩和の大きなポイントになります。ここだよということを覚えておいてください。この後ね、順番に解説をしていきます。まずこの検索機能が必要か不要かについてなんですけど、検索機能って一体何なのかって思うと思うので、検索機能のまずね、説明を先にしたいと思います。はい、検索機能についてなんですけども、電子取引データを保存するときにですね、検索機能をつけなければいけないよっていうルールが以前ねできたんです。これどういったことかと言いますと、このようにファイルやデータに皆さんメール添付できたり、取引先との領収書、請求書、納品書っていうのをね格納していくと思うんですけど、そこにちゃんとファイル名をつけてくださいねと、何年何月何日のどこどこの取引なのかっていう名前をつけて保存しておいてくださいと。そしてこの保存名から検索できるようにしておいてくださいねというものになります。じゃあ一体どういったもので検索をかけた時にヒットすれば OK なのかと言いますと、こちら3つのポイントになります。日付、取引先、金額、この3つで検索をかけた時に出てくれば OK ということです。ですので日付と取引先、金額ですねは必ず名前をつけておかないとですね、検索で引っかかってこないということになりますので、ここはねきちんとしてくださいね。これが検索機能になります。少しねもう一回スライド戻りますね。ですので先ほど言ったように検索機能の確保が必要不要なのはですね、こちらその他の要件ってあって次のスライドで解説するんですけど、要は日付や金額、取引先で検索をかけたらそのデータがポンと出てくるってことですね。これが検索機能の確保になります。はい、では令和5年の税制改正の要件緩和のポイントをまとめました。先ほどの表のように原則は検索機能が必要なんですけども、どういった方がじゃあ不要になるのかと言いますと、検索機能が不要な人の対象者がこの令和5年の税制改正要件緩和が入って拡大されました。じゃあどのような方がね対象者になるんですか、皆さん気になりますよね。以前はですね、基準期間の売上高がですね1000万円以下の方が検索機能が不要というルールだったんですけども、今回最新の改正によって1000万以下だとちょっと厳しいよねということで、ルールの改正が入り5000万円以下に拡大されたということです。5000万以下になりますとですね、やはり1000万以下に比べると対象の方、対象の中小企業、個人事業の方が入ってきますので、この対象者の拡大によりかなりの方がですね検索機能は不要になりましたよということになったかと思います。原則は必要ですので、別に検索機能を絶対につけてはいけないということではないので勘違いしないでください。やはり日付、金額、取引先ごとに名前をつけてすぐにね出てきた方が自分の経理も楽ですし、事務上は確実に効率化につながります。そしてもう一点ポイントがあります。相当の理由がある場合にはですね、先ほど見ていた改ざん防止も検索機能の要件も不要というふうに要件が緩和されました。これもう一回表に戻りますね。はい、もう一回表に戻って見てみるとですね、すべての事業者が原則必要だったんですね。そしてこの例外ということで検索機能が不要が1000万から5000万以下の事業者になったってことですね。そしてさらにここですね、この赤線のところがポイントになります。相当の理由によりシステムの対応が間に合わなかった事業者は改ざん防止措置も検索機能の確保も不要ということになりました。というわけで先ほどの表で見たように相当な理由がある場合、改ざん防止も検索機能の要件も不要、そしてこの相当の理由がある場合に事前な申請が必要か、税務署にね届け出をしないといけないのかというと、申請は不要、いりません。ここも大きなポイントです。じゃあどういったことなのかと言いますと、電子保存データを書面で出力かつ電子データをダウンロード可の状態にしておけば OK ですよ、クリアですっていうことになります。これもう少し言いますと、要は電子保存データで届いたもの、まあ、Amazon サイトで買ったり取引先からメール添付できた PDF の領収書、請求書などがですね、このデータを保存してあってかつ書面でも出力もできる状態、要は紙でも出せるってことですね。そして電子データも保存してあるからダウンロードしてくださいねっていうふうに言われた時に、ダウンロードが可能な状態、
2つをクリアしていたら、それでセーフと OK ですよということになったというわけです。こう見てみるとですね、令和5年の緩和措置によってですね、かなり対象が広がったのと、かなりルールが緩くなったということになったというわけです。というわけで、電子帳簿保存法が最初にね、発表された時からかなり内容が2点3点、内容、ルールの変更、またね、緩和措置が入っておりますので、皆さん昔の情報や昔の動画を見ますと、以前の、要はルールが変更される前の内容となりますので、誤解のないように、また間違いのないように、きちんと最新のものでチェックするように気をつけましょう。はい、ではまとめです。まず一つ目のポイント、電子帳簿保存法が混乱する理由や皆さんからの情報がなぜか食い違う原因はですね、最初に言ったように3つの保存方法とまた要件が混在しているっていうことがポイントだっていうことを最初にお話ししたと思います。要はペーパーレス化を利用したい方の1番2番と、いや電子データ保存の場合のルールとがごちゃごちゃになってしまうとですね、このように混在しますので、一体自分はどのルールについて今話をしているのか、自分のビジネスはどこのまず方法を1番2番3番のどこの話をしているのかっていうのをきちんと押さえて話をする、また情報を取る必要があるという点をお気をつけください。そしてですね、令和6年の1月以降スタートする予定でしたが、令和5年の税制改正で新たな緩和措置が出ました。この緩和措置についてはね、スライドで紹介したのでここでは割愛しますけど、新たな緩和措置が出たということをきちんと押さえて情報を得ておかなければですね、以前の情報で対応しないといけないというようなね、大変な目に遭うね、個人事業や自営業の方をですね、救いたいなっていう思いで今回の動画出させていただいたので、新たな緩和措置しっかりと押さえておきましょう。そしてもう一つ最後、きっとおそらくこの質問が出ると思うんですよ。この相当な理由とはどういった理由ならいいんですかってことだと思うんですけど、こちら例えが載ってましたので紹介します。例えば相当な理由の一つ目として、システムの対応が間に合わないというものでも OK です。またシステムを導入するのに金銭的な理由でなかなか整備が回らない、まあ整備ができないという場合も OK というふうなことですので、皆様相当な理由に該当するかどうか一度きちんとチェックしてみてください。こちらの電子帳簿保存法についてはですね、 Q&A も出てますので、そちらの方でね、詳しく知りたいということは確認するっていうのもいいかなと思います。例として相当な理由をここで2つ挙げさせていただきました。しっかり押さえておきましょう。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しております。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士にいつでも質問や相談をすることができるという点です。こちら Facebook の非公開グループで運営をしております。2つ目のメリットは、サロンズームを定期的に開催しています。こちらサロンメンバーと情報交換ができるという点と、また私とですね、直接ズーム上でつながって質問や相談ができるということで非常に好評です。3つ目、平日毎日私がビジネスに関する記事を投稿してますので、その記事を読める権利が発生します。税理士の裏側、またビジネスや経理の新しい情報、 SNS の裏側などなど、オンラインサロンのみだけに投げてる情報ばかりですので、皆さんぜひオンラインサロンの方ご検討ください。入会お待ちしております。詳しくは概要欄の URL から飛び色になってますので、ぜひ覗いてみてください。はい、そして SNS のフォローとチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS はインスタ、ツイッター、TikTok、ボイシー、またスレッズもやってますので、すべてまたね、情報がね違ったりしますので、興味ある方はフォローの方お待ちしております。またビジネス本を2冊出してます。もうすぐインボイス制度10月からスタートしますけども、インボイス Q&A ブックということで、30分でスパッとわかる宝島社さんから出てる本、またもう1冊はですね、フリーランス向けに必要な情報、経理、税金、確定申告が1冊にギュッと詰まったバイブル本出しております。どちらも Amazon Kindle 版、また楽天ブックスから購入できますので、ぜひよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もお待ちしております。はい、それでは動画最後まで見てくださった方ありがとうございます。10月からインボイス制度も始まりますし、この電子帳簿保存法もですね、いよいよ年明けから大きなルール変更緩和措置入っておりますけど、スタートして動き出します。どちらの改正もですね、自営業フリーランスの方に関係のあるものとなってますので、しっかりと押さえて勉強しておきましょう。情報を押さえておかないとですね、経理、税金、確定申告は損することが非常に多いので、そういった方を一人でもなくせたらという思いで動画毎週
週土曜日頑張って投稿していってますので、皆さんぜひ今後ともよろしくお願いします。いいねをコメントいただけると非常に励みになりますので、皆様どしどしコメントをいただければと思います。すべてに目を通しております。それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。